思ってたよりも随分大きい船なんですね。本物のタイタニックなんじゃないか。本物船が。は？違う。俺が言いたかったの。陰謀説。知らないか？タイタニックオリンピ。あ、確かそこで新たに。そうだ。だとする。ああ、本物その後に。あれ？それ。あ、解体さ。どっちが本物？一隻は原因あったら。待て。もう一隻は。呪い。なんだよ。呪いは。エジプトのタイタニックには、ピラミッドの中から盗掘されたアモンらしい。そのミイラが関わった人たち、ほらよく墓を暴く。そのミイラのせい。そうです。バカ。あります。なんでだ。その王女とても不思議。なんだよ。彼女。綺麗。はい。ミイラ。そうです。干からび。ああ、それ死体がある。違います。え？違うね。じゃあの。彼女。は？はい。人間の体ってその発見効率。そう。信じ。俺が。ええ。わかります。うん。砂漠の上でも溶けない氷って、そんなもの存在、いや、仮に存在して、うん。あの、はい、もう、え？確かに。心配。まあ、一応な。ところで、純平くん。なんで夜、家に帰るとガスマ、白い煙気がつく。そうだ。でも、は？純平くん。してね。だって、なんでし。それは、お前。何か、何？今までに付き合ってきた男性の数とか。うん。なあ、純平。あ、これやるよ。しおり？なんだよ、これ。ソファーの隙間には何の役にも立ちそうもない。だったら俺が世界中でそれはよホープフェイ希望信頼愛幸運、うん、じゃあふぅすっきりしたなんか厄介ばそんなに嫌いなああどれも裏切るもんだろ Maybe these are clues I need. 希望も信頼もまあ四つ葉の黒四っていうすまさかアホか言わねえよ今日日小学生でもスピリチュアルそんなこと言わねえじゃあ中途半最強ん逆にすもしくは開き直ってなんのお前株おいちょ株そうだなおいちょ株ではな九はか逆にゼロは豚ゼロはこのゲームは俺たちよと。そういえば、まあ、おいちょ札の数を足して二桁でも。なるほど。それから、九をつ。忘れたの。脱出するための出口は、船内のどこかに探したまえ。つまり、最終的に。その地。そういう。だから。は？え？知らん。のなり、語源は、ちなみに、二は、三。その最後にほら、まあ、そところで9人それぞれ1からタイムリミット0それじゃどこかに数つまりこの9をだからOh, it's unlocked now, bro. それにしても私どこで本の中イギリスの成果がそれについて携帯ああ別に様子目にはおいじゃあテレパテレそう本当は所存ええ私は用語さん行儀の私だまあとにこれ何しろ準備水この辺残正解ほら Yeah, I see it now それだええのしイギリスの、まず、両方、でも、そんな、片方、もう片方。この、でね。まず、アイルランド、そして、その結果は、貴婦人、小型犬の、それから、次にて、視聴者、これに。そして、さ、今度の、でも、すると、
月夫人の絵を見、前回は問題。それを見て、小型犬の絵だと分かった人の割合。前回が3。わかる？繰り返し、曲のにもかく。なぜ？もしかして目に答えを知っているものが多ければ多いほど。So I unlocked it. I gotta unlock this one. That's a lot of shit I gotta unlock. Savita Hojo, このままじゃ使い物にならなそうだな。いや、聞いたことないな。1891冊の小タイトルは、書いたのは、話の内容は、もちろんそれだけなら問題は、鮮明、前兆や、あとは、事故、何もかもが、まるで見てきた事故が起こる。まだあります。ウィリアム・トーマス・ステッド、もちろん書かれた1800ステッドは、両方と。当時は、まあ、そうです。でも、ステッドが、特殊能力なの。寒っ。All ice。ドライアイスって二酸化炭素が固体になったものだった。不思議だな。なりますよ。高い圧力でも上圧。液体に。はい。ほら、やっぱり水は0度。なんで2、3。0度以上。私、融点が3。融点が。それって。ええ。なんだ。アイスナイ。アイスナイ。もともとは、でも最近。待て、そのアイス。だから、私たちがダイヤモンド、ダイヤモンドだけど、決して。要するに。そう、グリセリンの、グリセリンは冷やそうと。決して、ところが。イギリスへと輸送、そこで、主結晶とは、この格差や、ところが、どういうわけか、容器に密、しかも、この時期を境に、17点、それまでは、ひとたび結晶。まるで、あたかも、目には見えない、その現象。なるほどな。それで、要するに、今、同じって、水が36度で凍っちまうような現象が、世界各地に広まったりする。この世は、まあその前にさあ話を振って。マジで俺は確かにサンタだが、寒いのはというわけだから。ったく、ナイスナインか。 I unlocked the clue. Okay. So if I were to do thisおい、それ、ちょっと。ん？いい、何？どうして？何？さあ、俺の。何か？あ、思い。今、アメリカ目的ところ。その工場が稼働を始めてから1年。あたかも物質同士が互いに囁き合っているかのように。目には見えない、その現象は。そうだが、似たような話を聞いて。どこ？冷凍庫で。冷凍？なあ。We unlocking clues. 常温でも溶けない。何か思い当たる。ちょっと、もしかして。アイスナインのこと。アイス。そうだ！思い出したぜ！この船には、あの少女がいるんだ！あの少女？アリス！アリスって誰だ？だから、常温でも溶けない、凍りついたあの少女のことだ！は？1912年4月15日の未明。ああ。犠牲者のか、それがどうかしたの？遺体を回収した船のこと。確か、タイタニック号と同じ。違う！そいつは生存者！遺体を回収した船は、ベネット号は、事故発生。カナダのハリファクスにある港を出、そこは、氷山の漂う。当然のごとく。あまり気分。ベネット号が引き上げよう。その中に。棺？そう。おそらく、
腕の立つ踏み木細工、一本の釘もつく。全員たち、くさびを打ち込む。すると、一人の少女の亡骸だった。艶やかな黒髪、気品漂うその顔で、彼女は今にも起き上がったが、他の犠牲者たちと、やがて捜索を終えたベネ、次々とに春のうららかな中には不臭。ところが言った、それ棺の中。そうだ、最初は誰もが思った。だが一月が経ち、それでもなお噂は噂、奇跡の少女を人。そんな中、オールアイスだが、どうした？消えちまったんだよ、アリスの姿。何者かが倉庫に忍び込んで、姿が消え、次第に彼女、今では当時の新聞にその名残を。は、待ってくれ。ああ、言ったな。なぜ俺は知っ、何を、その後、アリ、聞かせてくれ。当時ニューヨーク、そこのオークションで落札した。サーデュエ、聞いたこと。ゴルダイン・タイタニック号の姉妹船。その通り。というと、ゴルダイン卿は、そしてギガ、それがど、彼はアリスの隠し場所を誰にも告げぬまま、ただゴルダイン卿のアリスは、すると彼はギガントのへその下。なんだそりゃ。さあ、とにかくそんなわけで、ギガントのつ、うん、ちょっと、そんなところで。いや、わかった。とにかく、ま、今話したこと。アリス、その王女のミイラは、彼女を発見された時から凍りついたその体は、そのエジ体内にある 60% の水分。バカバカしい、そんな人間いる。 And this is the last key I have to unlock. おい、ちょっと、どうしたんだ。四つ葉がいない。え、たく、何やってんだよあいつ。あ、そうだ、確かポケットに、あった。四つ葉のクローバー知ってるか。四つ葉のクローバー、ホープ、希望、こいつをお前に。いいか四つ葉、いつでも、この三つが揃った時、お前の兄貴きっとどこかで生きている。Just to stop her from going bash you crazy and killing everybody. ありがとう。最高。出口の前でセブンが待ってる。待って。なんだ？実験って聞いて。は？そっか。それじゃあ、や、順平が四つ葉の。すまん。意味。うん。気にしないでって言われて。なあ、教えてくれ。絶対。おう、近く、ほんと。信頼。当たり前じゃない。わかった。今から9年前。待て。そう。実験は、その心理的作用。目には見えない。例えば、ジョン君、これって。は？ロックの靴、そうじゃなける。知らない？ Everything's about 今言ったパラドクスの話。Egyptian shit. 知らない。そう。ロックの靴下っていうの。今ここに、その靴下に、順平だったらどうする？I would throw it away, honestly. 俺だったら、大好きな靴下にさ、いいから。うん、そうしたら、他のところ、また次やで、さらに他に、また次、じゃあさ、最初に使われてた布、そうしたら、それって、うん、もしかして、そう、テセウスの船、その船の傷んだか、最終的に、もともと、それでもその船は、あと、船から取り除かれた風、その時には補修した方かな。うん。ね。何が？この人形。頭部と心、しかし、それだ。私たちも、だってそうでし、私たちの体の、私の非純平の右足、さらに魚、サンマや牛のた、そんな風、目には見えない。遅え！いつまでも、時間が、もう、なんだ？違うよ、私たちは。ただ、人形はそ、え？行こう。人形？べ。アホか。You're a dick. アホか。よし。いちいち聞かなくてもいい。
さっさと開けるか、その鍵をよこすかしろって。着いたぞ。エレキだ。左手の扉だったよな。Pocket watch。懐中時計。おい。ちょっと様子を見に来ただけだよ。いけないのかい。嘘だ。本当は一宮にいてもらうと怖い。この部屋の探索を始めるとき、俺はどうしたの四つ葉、それを誰というか、だから本当は、はんはん、邪魔をした。Interesting。なんなの？さっきからチラチラこっち見て。ああ、いや、違うんだ。そういうんじゃなくて。そういうんじゃないなら。俺はただ、あの、これまでずっと、あの話、実験の話だよ。今から9年前に。悪いけど、する気分じゃ、わかるでしょ？今はお兄ちゃんの、誰がお兄ちゃんを。許せない。必ず復讐だから、ねえ。仮に、セブンの言ってニルソ。そうだね。それぞれのバングルナンバーをか、ニルソと共に、あるいは、犯人が4人。可能性としては。うん、私は、どうして？後で、とりあえず今は。ああ。だとすると。To get a 2? Ace and 7? That would be 8 plus 10. Ugh! 8 plus 2? No.Yeah, Santa dip too. Ichimiya no Santa no. One and six. Nils, Ichimi, Santa to. Yeah, damn it. To すると. Alright. To get a two, I would need to make 11. So.One and seven makes eight. No. One and eight makes nine plus two. That's 11. It's gotta be Ace and Lotus. Ichimiya to Yashiro. Nils, Ichikusushikon ga 3 ni naranai na. Nara. So I gotta make 12? Why you trying to duck? Santa is what? 3.Lotus is 8. So that's, six. No, that's not six. 3 and 8 is 11 plus 2. It's 13. No, that'll make 4. So, Santa and 7.サンダとセブン、ニルス、サ、まさか、サンダとセブン。どうしたの？その。だよね。サンタとセ、犯人が二人だったとしたら。な、ちょっと断定するのはまだ。俺はただ、その二人、もしかしたら別の。何？もしかして、だとしたら。どうして？手帳とペン。あ。これは犯人が3人この8通りしか。なるほど。ところで純平、ん、私純平のこと、well, I'm not gonna get killed this time. おお、本当に、おお、それじゃあこのいいに決まってる。それからもちろん四つ葉の、そうすると A と E だ。This one is Santa, Ace, and my baby June. That's a 3. And this one is Ace. What's this dude? What's this dude? Santa.
7 and Lotus. But she killed Ace, Santa, and June. Huh. いや、待て。どうして？紫が含ま、あいつが犯人だ。信用できる。ああ。わかった。消えるな。そうすると。いいだけ。これってどういうことか。俺と四つ葉と紫、この三人以外の全員が共犯ってことになるな。6 plus 4 is 10 plus 5 is 15. Square root. Why I say square root? The digital root of 6. ありえると思う。四人が結託してるんだったら、私たち三人だけに。まあ確かにそう。それに。私と一緒にシャワー室に行った時も二人はどうして。なるほど。とにかく三人もしくは四人が今日、うん、ってことはだと思う。だが動機はお邪魔だったかな。なんだよ。いやちょっと純平君に話があったね。 I don't trust you. 言って。 You killed、うん、that's not Snake. He killed number 10And number 9. He got number 話して。実は。確かめておきた。おい、何すんだよ。ちょっと知らない。おいや。あ、なるほど。君のポケットから出てきた二つの紙切れ。すり替えたん。ああ、こうして自分の。じゃあ。なーに。くそ。So I got it unlocked.Now what about these? Captain's quarters, red file. 背表紙に何か書いて ALLIC A アリスってことは、yes. なんだよこれ。ヒエログリフだな。古代エジプト。そうだ。読めるのか。ああもちろん読めるわけない。なんだよ。あ、カードキー。ウラノス。右下のボトムデッキライブラリー。どうやらそのボトムで、あ、確か、役員。ギガントのへその下。もしかして、へその下とすると。どうしたんだね。ああ。へえ。まあいいけど。うん。そのタイタニックの事故現場海域から回収したオールアイス。それを買い取ったのが、セブン曰く、そしてその隠し場所が。ああ。うん。なあ、純平君。キャス。CAS。要するに、通常、生成、だが、彼、もともとは、今だわ。別の。例えば、医療。宇宙開発？コールドスリープ、SF もの長期間に及ぶ。あ、もしかしてお前。可能性は、アイスナインという、さらにその氷が、カレー。アリスが生きてる。断言はできる。私はただアイスナインの湯だとしたら。そんなバカな。バカなことを言ったがね。あの船長服を着た。ああそうだ。奴は死んでいた。殺されたことは明らかだ。では我々七人の船長室へと入るには、まずその一のと、その鍵を。サンタとヤシ。うん、そのようだな。だがその二人だけでは一の扉は開けない。ならばその後いない。サンタとヤシロ、そして大病室、俺たち4人がシャワー室だ。そもそもそれならやはりです。ということは、だとしたら遥か昔からそいつは船排気ダクトや、もしもそうだ隣の船長室。それがまあ、オールアイス、アリスは、おそらくこの、その先の知識の応用、まあ、今考え。One clue unlocked. Time for the monitor. ぜ、なんだか。どう思う？だがそのことを抜きにしても、この、わからないか？モニターに表示された。そして、どう考え、見て見て、ここにゼロ、なんてな。そうだね。いや違う。これを仕組んだ人間のバカさか。なんて言えばいいんだろう。これは真犯人からの。だってそうだろ。もしも真犯人が、まるで、私は犯人、そんなことをしたら、実際に。ってことは、なぜか。
なぜ？さっきも言ったが、残念でした。さあ、本ってな。なんだかひねくれてるね。そう、子供っぽい。幼稚なザレ事だ。この男を。さあね。だったらこの。知らないよ。知って。ということは心。あるわけないで。うん。一応所持品がないかどうか。やつは。え？仰向けにするんだよ。どうしよう。これを。最後に、前に一つ、もう一つ。となくバングルが外れた。そんなのバングル一目瞭然だけど、ほら、だからそれでその意味で言えば爆死なんて。ニルスに至ってはおそらく左腕から。あ、ねえ、すまん。あ、違うの。そう、お兄ちゃんの左腕見たんでしょ。ああ、お前だって見てないよ。見れるわけないでしょ。あの時は気が動転しててね。それ。お。Now she knows that Snake is still alive. 確かに左腕だったよ。Whoever number 10 was is the one that was killed. それが。お前。いいから答え。おお、肉を突き破るようにして。いや、どうした？その。ありがとう。ありがとう。順平。Don't hug me, bitch. You killed me in one time. どうしたんだよ、いきなり。We're in the alternate timeline. ごめん。嬉しくて。何が？あのシャワー室の死体。お兄ちゃんじゃなかったんだ。え？だから、お兄ちゃんじゃなかったんだよ。どうして？そうだと。だって、だって、お兄ちゃんの左腕は、ごめん。こういうの、私の口から言うようなことじゃないから。うん。お兄ちゃんは、きっとどこかで生きてるんだ。そのことが私、嬉しくて、嬉しくて。よかった。本当によかった。純平の言った通りだったよ。いつでも、どんな時でも、希望を捨てちゃいけない。大切なのは信じること。そして、愛することだ。この三つが揃った時、初めて、幸運が訪れる。それは私、これがあったから頑張ってこれたんだ。本当は絶望と不信と憎しみでいっぱいだったけど、でもこの四つ葉のクローバーがあったから、純平の言葉を聞いてたから、だから私。ありがとう、純平。礼だったらサンタに言ってくれよ。サンタに？どうして？その四つ葉のクローバー、実はサンタからもらったものなんだ。四つのリーフワードもサンタから教えてもらったもので。それって本当に、サンタから聞いたの？あ、そうだけど、なんか俺、まずいこと言ったかな？ううん、まずくない。全然まずくなんかない。むしろ、私とお兄ちゃんにとっては朗報、だと思う。多分ね。多分？サンタは四つ葉のクローバーのリーフワードを知ってた。知ってたってことは多分、仲間だと思うの。仲間って？私やお兄ちゃんと同じで、
9年前の実験の被験者だったってこと。だけど、お兄ちゃんは目が見えないでしょ。それに私は、ネバダの実験棟の方のメンバーだったし。だから、私もお兄ちゃんも、船の方のメンバーの顔は、知らなくて。ちょっとタイムだ。とにかく落ち着こう。な？1から順番に聞かせてくれ。100から始めるな。突然50に飛んだりしないでくれ。1からだ。1から順番に、2、3、4、5と積み上げていこう。そうしないと何が何だかさっぱりわからないから。うん。それじゃまずは実験のことについて聞こう。9年前、この船で何が行われたんだ？携帯形成場仮説って知ってる？携帯形成場仮説。じゃあ、こう言ったら分かってもらえるかしら？テレパシーのメカニズムに関する仮説。確か、ヤシロがそんなことを言っていた。テレパシーか。Try skip. I unlocked all the clues. ちょっと、そのテレパシー、具体、今と同じ、のなり、この二つ、のなり、この二つ、携帯一つな、要するに、その日、それ、本当、それ実際、その子、でも、だから、ただ、その子の名前は、おっと、それにしても、よくこんな、とにかく、純平君、捜索に行き、さあ、来て。一宮に聞かれたくないの。え、おい、純平。At least she's not trying to tell what's his face. So we unlock this. よし、行くか。次はあのドア張り紙。これ。We skip.She took the bracelet. メモ。A note. メモ？うん。船長服を着た男のポケットから見つけたの。Are we alone, me and Clover? And Ace not nearby? ユンデの闇がなんたらかんたらって書いてあって。Now here we go with this clue. なんだよそれ。見せてみろよ。But we'd have to run all the way back to that other place. いや、今は。おい、純平君、四つ葉、何をしてる？早く来い。怒られちゃった。とにかく、後で見せてあげるよ。さ、いいから早く行こう。あのポケットの膨らみ、どう見てもメモだけじゃないよな。何考えてんだ。She took the zero bracelet, bro, for a reason. ああ、もう！大階段。やっぱりここに出たか。Oh, I can skip. All right. 純平くん！ヤツバちゃん！ Let's see it play out. どうしたんだ？あったんです！何が？見つかったんですよ！だから何が？最後の扉が、ヒューの扉が見つかったんです！なんだって？とにかく行こう！ついてきてくれ！事情は道すがら説明してやる！ま、そういうことだ。お先。では、私たちも行こうか。So we hear that sound. いよいよですね。It's my talkies. ああ、そうだな。ついに来た。ナンバリングドアの先へ進めるのは3人から5人まで。今行動を共にしているのは7人だから、少なくとも2人はあぶれることになる。30分、タイムリミットまであと90分か。ゆっくり考えている暇はないな。おい、
順平、紫、何やってんだ、早く来い。行きましょう、順平くん。ああ、さっき事情を説明してやるって言ったが、別に大したことじゃねえんだ。お前ら3人と別れた後、俺たち4人は左側のエレベーターに乗り込み、この鉄格子の向こう側へと降り立った。そしてそこから直線通路へ。選手の方に向かってまっすぐ進むと、突き当たりには純平と紫が発見したっていう6の扉があった。俺たち4人はその扉を開いて先へと進んだ。そこには例によって例のごとくパズルの散りばめられた空間が2つあった。それらの謎を解いて別の扉から脱出すると、そこにはさっきとは逆方向、船尾の方に向かってまっすぐ伸びた直線通路が横たわっていた。で、その途中にこのエレベーター乗り場があったと。そうだ。つまりぐるっと一周回って向こう側からこっち側へたどり着いたってわけだな。あ、ところで肝心の旧の扉が見当たらないが。案内してやる、ついてこい。いえば、今こうしていられるのってサンタさんのおかげなんですよ。こうしていられる？7人が全員揃って旧の扉を目指しているこの状況のことです。わからないですか？サンタさん、セブンさん、ヤシロさん、この3人の数字根を計算してみてください。9だ。3人は私たちを見て先に進むことだってできたんですよ、やろうと思えば。でもそれをしなかった。え、サンタさんが反対してくれたから。紫や他の3人を置き去りになんてできない、そう言ってくれて。それで純平君たち3人を連れてこようって話になったんです。で、さっきの右側のエレベーターに乗って大階段エリアに戻ってきた。それにしても意外だな、あのサンタが反対したとは。でも誤解しないでくださいね。だからといってセブンさんやヤシロさんが私たちを置いてけぼりにしようとしたってわけじゃないですから。軽くそういう話が出た時に先頭を切って反対してくれたのがサンタさんだったっていうわけで。着いたぞ。ここか？他に進めそうなところは？ない、ご覧の通りだよ。この長い直線通路の先には分厚い鉄の壁、左手には船の左舷と右舷を結ぶ横断路があるが、そこにもエレベーターホールと同じように鉄格子がはめられている。なるほど。さあ上がったらさっさと行くぞ。It's the library, isn't it? 旧の扉、ついにここまで。間違いない、こいつが旧のナンバリングドアだ。後ろを見ろ。後ろ？なんて、旧の扉がもう一枚あるんだ。おい、どういうことだよこれ。レッドがあるってことは、
So, 当然開かない。 5, 4, and 0 can go through the door. なんで? Oh damn, it's only two doors though. 9の扉が2枚もあるんだ。どちらかが当たり、どちらかが外れ、そういうことなんじゃないか。どうかしら。私は違うと思う。どうしてダメ。これまで通り抜けてきた数々の部屋、謎はいくつも散りばめられてたけど、そこには必ずヒントが隠されてたわ。少なくとも勘で正解を当てるなんて仕掛けはどこにもなかった。それが最後の最後に来て運任せなんてこと、ゼロがしてくると思う？だったらこの部屋のどこかにヒントが。いえ、それはないと思います。さっき一通り探してみたんです、この部屋に来た時に。だけどそれらしきものはどこにも。ああ、そうか。ということは、ああ、どっちの Q も正解ってことだ。そもそもゼロは Q の扉は1枚しかないなんてことは一言も言ってないんだからな。脱出するための出口は船内のどこかに隠されている。探したまえ。 Q と書かれた扉がそれだ。Q の扉は2枚あったのか。だったら3人と4人に分かれれば。無理だよ純平、手帳とペン持ってたよね。貸してもらえる？ああ、ほら。見て、これ。Alright, here's the groups. わかった？上段は数字根が9になる組み合わせ。下段はそれ以外の人たち。考えられる組み合わせはこの8通りしかないの。3人と4人で分かれるとしたらね。だから3人で9の扉に入れば4人が取り残される。4人でこの先に進めば3人が置き去りに。そういうことだな。me, June, Clover, and Santa in one door. Ace, Lotus, Seven, and Snake can get through the other door.Snakes in the fucking coffin. そういえば、Open the fucking coffin. ここは一体どこなんだ？ It's the library. まるで何かの式場みたいだ。Well, it's not the library. I mean, technically, でも一体何？ Well, the fucking coffin's here. Open the coffin. 祭壇なのか？ It's not an altar. Open it.わかったよ、降参だ、降参。待ってりゃ、誰かが突っ込んでくれるんじゃねえかと思って黙ってたんだが。どうやら、そんな度胸のある奴はいねえみてえだな。どういうことだよ。あ？もしかしてお前ら、気づいてなかったのか？ん？ったく、しょうがねえな。それじゃあ、教えてやるよ。さっきの四つ葉の説明にはな、ちょっとした抜けがあったんだよ。間違いってわけじゃねえんだが。ああ、めんどくせえ。とにかく、俺を見ろ。三人と四人で分かれるって条件付きなら、確かに四つ葉の言ったことは正しい。だがな。それ以外にも方法はあるんだよ。たった一つだけな。三人と三人と一人で分かれる場合。それが、ここに書いた組み合わせだ。そんな、お前まさか。勘違いすんなよ。俺は何も一宮のジジイの真似をしようってんじゃねえんだ。大病室での一宮の件、あれがなかったとしても、俺は同じことを言ってただろう。
同じこと？同じことってもしかして？ああ、だからそういうことよ。俺が一人でここに残る。そう言ってんだ。何カッコつけてんのよ！あんたバカじゃないの？私は絶対に反対だからね。あんたなんかに借りを作ってまで生き延びたくないし。They gonna smash. 私も反対です。一宮さんの時と同じこと言わせないでください。Open the fucking coffin. 私も同じ。その提案は飲めないよ。もっと他にいい方法があると思うし。Open the fucking coffin. 私も同意しかねるな。英雄の役を奪われたのではたまらないからね。というわけだ、セマン。その意見は却下だ。